はい、こんにちは、山形県の塩田養理場です。すごい声がね、いますね。こちらにもね、ちょっと見せてもらいましょう、こちらの。おお。酒井さんのね、広島のね、酒井さんのね、養殖池ですね。業者向けにしか買えないのでね、業者販売しかしてないとこですのでね、加温もされてあったかいですし、わお、すごい、レベルが違うね。もう格が違うのは見せつけられますね。仕入れました。ちょっとね、これショートボディで可愛いやつね、仕入れたんでね、いいっすね。こっちもね、まあ、3K、いい 3K です。はい、まあ安い方のね、鯉をね、酒井さんの方で、安くしていただきましたので、また安くね、提供できる鯉がね、たくさんいます。こっちにもね、ここもまあ、いろんな業者さんの声がね、混ざってるんでね、あんまり詳細にはお伝えできませんけども、そこら辺の声も、健太郎さんに安くね、はい、いい声を提供していただきましたので、はい、またこれからうちで安くね、どんどんと販売してみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。大きくなる声なんで、はい、ぜひ、はい、それではまた、さようなら。はい、1本、はい、2本、あとです。縦声にします。こっちもね、買い取りました。1本ずつっすね、でもこれだったらね、いいっすね。はい、こっちは1本の、はい、持ち帰りますね。自宅までね、持ち帰って販売します。してもらってます。
手伝ってます。あ、手伝うよ。ナイス。下がバカになってる。はい、ハイエースにつけて、まあ、広島出ましてね、岡山ですね。業者向けのオークションですので、いろんな業者さんの声がいるのでね、まあ、いろんな方のね、声をね、撮影したりとかできなかったので、主にね、自分が購入した声をね、撮影しておりますので、まあそんなところをね、お伝えしました。売り出しみたいにね、まともに撮影できればいいんですけども、撮影できなかったので、まあそんなところをね、お伝えしました。で、まあ夕方今高速道路でね、親父と2人でね、帰宅している途中ですのでね、山形まではあとね900キロほどありますので、まあ帰宅してね、自分購入してきた声とね、購入してきた声をまたご紹介できればなと思いますので、それではね、また引き続きご視聴のほどよろしくお願いします。それではね、さようなら。